ぶりがちょっとね、はい、これはやりすぎですね。やりすぎ感がちょっとあった。どうでしょう、イーブンも 0.5 ぐらい。でこれはやっぱりちょっと今村にこれ本番がつけときましょうかね、これ逆にね、はい、先行の今村に 8.5、 そして食い込み良かったんですけどね、はい、なかなかね、いい食い込みを横井が見せたんですが、もうあの何ですか、ここの3コーナーっていうんですかね、はい、この第4セクター、はい、もう完璧にもうコースアウトしてますね。いくらなんでもね、さすがに横井雅史のちょっと強引な走りというところでした。